私たちの地球にはたくさんの種類の鳥が暮らしています。その生息環境も様々です。世界中のどこへ行っても鳥のいない場所はないかもしれません。では鳥はどのようにして様々な環境で暮らせるようになったのでしょうか。その秘密は鳥たちの多様な能力にあります。見た目も動きも鳴き声も様々に進化した鳥たち、それぞれが生きる環境に合わせて独自の道を歩んできたのです。素晴らしい鳥たちの世界を覗いてみましょう。大空を自由に飛び回る鳥、食料のある場所や繁殖地を目指して遠くまで移動するものもいます。渡り鳥は優れたナビゲーション能力を持っていて、決まったルートを正確に飛ぶことができます。一方、ずっと同じ場所で暮らす鳥もいます。冬、鳥たちにとって食料が乏しくなる季節です。雪が深く積もった場所にはよく野ネズミのような小動物が隠れています。野ネズミは雪の下にトンネルを掘って暮らします。ここならワシなどの天敵に見つかる心配はありません。でも油断は禁物です。これはカラフトフクロウ。野ネズミから50メートルほど離れた場所にいます。当然野ネズミの姿は見えませんが、フクロウの耳には雪の下を歩き回る野ネズミの音が聞こえるのです。冬の間、カラフトフクロウは驚くべき聴力を生かして見事に獲物を捕まえます。またフクロウの羽には羽音を消す仕組みがあります。そのためステルス爆撃機のように静かにターゲットに近づくことができるのです。雪の下が安全でないとしたら、氷に覆われた川はどうでしょう。時折大判などの水鳥が思わぬ災難に見舞われることがあります。大判の群れの周りを氷が取り囲みました。大判は水面を滑走路にして飛び立ちますが、凍った水面ではうまく走れません。そこで群れは体を寄せ合い、
危険から身を守ることにしました。でも空腹のワシがこのチャンスを見逃すはずはありません。飛べない大判を捕まえるのは簡単です。狩りは成功。ところが別のワシに獲物を横取りされてしまいました。気づくと辺りにはたくさんのワシが集まっています。自分で狩りをする代わりに誰かの獲物を盗もうとしているのです。一羽のワシが獲物を落とすと別のワシがやってきて素早く拾います。でも戦いは終わっていません。最初に大判を捕まえたワシが戻ってきて見事に獲物を取り返しました。しばらくは食料に困ることはなさそうです。獲物の奪い合いではなく別の方法を選ぶ鳥もいます。アフリカ、モザンビークのゴロンゴサでは乾季がピークに達しようとしています。川の水もすっかり浅くなりました。ナマズに追われた小魚が水面から飛び出して難を逃れます。しかし川の水位が下がるこの時期、空から別の危険が迫っていました。やペリカンなど何千羽もの鳥たちがご馳走を求めて集まってきました。それぞれの鳥がそれぞれのやり方で魚を捕まえます。あるものはくちばしで魚を突き刺します。あるものは川床をつついて回り、またあるものたちは群れで狩りを行います。獲物をめぐってあちこちで争いが始まりました。でもそんな小競り合いとは無縁の鳥もいます。三色ウミワシです。水辺に集まる鳥たちとは違うやり方で確実に獲物を仕留めます。三色ウミワシは水辺で獲物を奪い合うことはしません。その前に空中戦でライバルと決着をつけるのです。勝った者が狩りの権利を手に入れます。三色ウミワシは猛禽類の一種で素晴らしい狩りの能力を持っています。優れた視力と高度な飛行テクニックを生かし素早く正確に獲物を捕らえます。
三色ウミワシはまさに最強の空のハンターなのです。中央アジアの草原地帯、イヌワシが荒涼とした景色を見渡しています。でも私たちの見る景色とは少し違うかもしれません。一部の猛禽類は紫外線を感知することができるのです。緑色に光って見えるのは紫外線を反射する動物の尿の跡です。これはシベリアマーモット。イヌワシにとっては理想的な獲物ですが、そう簡単には捕まりません。シベリアマーモットはイヌワシの翼の音に敏感に反応します。そして危険を察知するとすかさず仲間に知らせるのです。イヌワシがターゲットを決めたようです。マーモットは巣穴に隠れたら何時間も出てきません。こうなったら我慢比べです。イヌワシは食べ残しをつつきながら待つことにしました。突然の雨が獲物の尿の痕跡を洗い流します。イヌワシの狩りは失敗に終わりました。翼が乾くまでここで待つしかありません。ほとんどの猛禽類は空から獲物を探して狩りをします。ところがこの鳥は違います。これはヘビクイワシといって地上で狩りをします。獲物を探して1日に30キロ以上歩くこともあります。愛嬌のある顔をしていますが、ヘビクイワシは冷酷なハンターです。狙うのは爬虫類や齧歯類。体の高さはおよそ 1.2 メートルで、一番の特徴は長い足です。蛇に噛まれても平気なように硬い鱗に覆われています。ヘビクイワシは翼をバタバタと動かして獲物を脅かします。獲物が飛び出してきたら、カギ爪が生えた強力な足で思いっきり踏みつけるのです。このようなやり方で狩りをする鳥は
ヘビクイワシだけです。アメリカ、テキサス州の南部にも華麗なフットワークで狩りをする鳥がいます。アカクロサギです。まるで浮かれて踊っているように見えますが、この奇妙な動きに驚くべき狩りの戦略が隠されているのです。アカクロサギは不規則な動きで水中の魚を混乱させます。さらに翼を広げて影を作り、その下に魚をおびき寄せます。決して遊んでいるわけではありません。狩りをしているのです。鳥は地球上のあらゆる場所に生息しています。異なる環境で生き抜くため、さまざまな進化を遂げてきました。アメリカ大陸には昆虫のように進化した鳥がいます。その鳥は空中でホバリングできるのです。ハチドリは1秒間に50回も翼を動かし、空中でホバリングができます。これには膨大なエネルギーを使います。そのためハチドリは毎日体重の2倍近い量の蜜を吸わなければなりません。嵐がやってきました。こんな時でもハチドリは休めません。他の鳥は雨宿りをしていますが、ハチドリは蜜を探して飛び回ります。気温が下がるとエネルギーの代謝率が上がります。そのため一滴の蜜が精子を分けることもあるのです。雨が止むとこのオスの縄張りに別のオスが侵入してきました。縄張りの主は全力で追い出しにかかります。追い出しに成功しました。蜜がたっぷり入った花はハチドリのオスにとって単なる食料ではありません。メスを引きつける道具にもなるのです。自分の縄張りに花がたくさんあるオスは恋のチャンスに恵まれます。鳥の世界でも愛の告白にはプレゼントが欠かせません。大抵は食べ物ですが、
美しい贈り物を好む鳥もいます。カツオドリは生涯同じパートナーと過ごします。今は繁殖期の真っ最中。あちこちで求愛の儀式が行われています。すでに卵を産んで親になったものもいます。卵から帰ったヒナはしばらくすると真っ白な羽毛に覆われます。ヒナたちの元気な声が海岸に響き渡ります。一羽のカツオドリがコロニーの外れに降り立ちました。このオスは4歳。これからふるさとのこの海岸で生涯を共にするパートナーを見つけなければなりません。このオスはオーストラリアで冬を過ごし帰ってきたばかりです。でも少し遅れをとってしまったようです。何から始めていいのか分かりません。そこで他のつがいを観察すると、オスがメスに海藻をプレゼントしています。これなら自分にもできそうです。早速真似してみます。オスは海藻を拾うとメスの前に置きました。でもメスは相手にしてくれません。何が足りないのでしょう。残念ながら初めての求愛は失敗に終わりました。鳥の求愛にはいろいろなスタイルがあります。中でも複雑でちょっとユーモラスなやり方をするのがフクロウオウムです。体重およそ4キロ。オウムの中で最も重い種なので木に止まる時にも注意が必要です。フクロウオウムは進化により大きな体を手に入れました。その結果、体が重すぎて飛べなくなったのです。鳥なのに移動するときは地面を歩くしかありません。真夜中、オスのフクロウオウムが丘の上にやってきました。地面を掘って座りやすいくぼみを作ります。これからフクロウオウムの求愛の儀式が始まります。オスは一晩中かけて自分の魅力をアピールしなければなりません。まず息を吸って風船のように体を膨らませます。続いて始まるのが愛の歌。この低周波の歌声は5キロ離れた場所からも聞こえます。さらにオスは匂いを発してメスを誘います。こうした行動は夜行性の捕食者を引きつけることになりますが、フクロウオウムは危険を顧みずメスを呼び続けます。一羽のメスが近づいてきました。オスは突然声のトーンを変え、短い金切り声を上げ始めます。
これがメスを魅了すると考えられています。このオスはまだ若く、恋の駆け引きには慣れていません。果たしてメスは求愛を受け入れてくれるでしょうか。残念ながらうまくいかなかったようです。夜明けが近づくと、オスは寂しそうに丘を下っていきました。歌声でメスの気を引く鳥もいれば、見た目で勝負する鳥もいます。代表的な例がインドの国鳥クジャクです。クジャクのオスはメスを誘うとき、尾羽とその付け根に生えた飾り羽を揺すります。早速メスが近づいてきました。オスの美しさを品定めしています。美しい羽と華麗なパフォーマンスがオスの価値を決めます。それらはオスの健康状態と生命力の強さを反映しているからです。その時、仲間が警告音を発しました。オスはそそくさと飾り羽を閉じ、次の出会いを待つことにしました。鳥のメスは理想が高く、クジャクのオスのように見た目だけで受け入れてもらえるとは限りません。そこでオスたちが編み出したのが求愛のダンスです。熱帯雨林ではカラフルなエンビセイオウマイコドリのオスがダンスの練習をしています。メスを見つけました。練習の成果を見せるチャンスです。オスたちが素早く整列しました。マイコドリの社会には厳しい序列があり、大抵は最年長のオスがトップに君臨します。交尾の権利を持つのはこのオスだけで、他のオスはいわゆるバックダンサーです。でもなぜグループで踊る必要があるのでしょう。理由はメスがそれを好むからです。交尾の決定権はメスにあり、1羽だけで求愛してもメスは受け入れてくれません。オスはグループの一員となり、自分がトップのオスになる日を待ちます。トップになるまでに10年かかることもあります。その日までオスは何千回も同じダンスを繰り返すのです。トップのオスがダンスの終わりを告げました。バックダンサーたちはお辞儀をし、トップのオスは一段上でメスを待ちます。でもメスは演技に満足していません。もっと練習が必要なようです。次のパフォーマンスに期待しましょう。春がやってきました。キジオライチョウのオスが
求愛の準備を始めています。でもプレゼントもダンスの練習も必要ありません。このオスはもう準備万端です。早朝、オスたちは気取った様子で草原を歩き回ります。キジオライチョウのメスは目と耳で相手を見極めます。そのためオスはこんな姿でアピールするのです。オスの胸には空気で膨らむ袋があります。オスはまず口笛のような音を出し、それから空気を吸い込んで一気に吐き出します。袋が大きいほどいい音が出ます。意外にもメスの反応は冷たいものでした。オスは諦めずに求愛を続けます。するとさっきのメスが戻ってきました。お互いの気持ちを確かめると、キジオライチョウのカップルは茂みの陰にそっと隠れました。ロマンチックなハネムーンの後には忙しい日々が待っています。ここは南米大陸の沖に浮かぶ島。海岸線の至る所で鳥たちの巣作りと産卵が行われています。これから2ヶ月の間、鳥たちの使命はただ一つ、卵を守ることです。でも卵に興味があるのは親鳥だけではありません。フォークランドの悪魔とも呼ばれるフォークランドカラカラが厳しい冬の後に来るこの季節を待ちわびていました。巣から転げ落ちた卵は貴重な栄養源です。フォークランドカラカラもまた自分の家族のために生き延びなければなりません。アホウドリのヒナが次々に卵から帰っています。かわいい見た目に似合わず、驚くほど食欲旺盛です。父親が食料探しに出かけている間、母親はヒナの世話をしながらパートナーの帰りを辛抱強く待ちます。その頃父親はまだ海の上を飛んでいました。ヒナにたくさんの食料を持ち帰るため何千キロも飛び続けることがあります。胃袋にたくさんの魚を詰め込んで父親が帰ってきました。
すぐにパートナーに代わってヒナを守ります。早速お腹を空かせたヒナに食べ物を与えました。親子の平和なひとときです。フォークランドカラカラが辺りをうろついています。親鳥が帰ってこないヒナがいました。フォークランドカラカラが素早くヒナを襲います。この鳥にも養うべき家族がいるのです。ここは北アメリカ。若い白頭鷲が上昇気流に乗って川沿いの崖を偵察しています。食料を探すためです。崖にある巣の中ではハヤブサのヒナが鳴き声を上げています。母親は今狩りの最中です。獲物を見つけました。攻撃開始です。母親は多い時には1日に10回もヒナたちのために獲物を持ち帰ります。獲物は主に小型の鳥です。一方で母親はヒナたちが天敵の獲物にならないよう注意しなければなりません。鳥の世界でも子育ては決して楽ではないのです。ここにも我が子のために厳しい試練に耐える鳥がいます。皇帝ペンギンです。遥か昔から皇帝ペンギンはとても過酷な環境で繁殖を繰り返してきました。冬の南極大陸は想像を絶する寒さです。そのためペンギンの体は分厚い羽毛に覆われています。翼が小さく体が重いペンギンは空を飛ぶことができません。これから数ヶ月の間、皇帝ペンギンの母親と父親は子育てに全てを捧げることになります。大事なのは育ち盛りのヒナに食料を与え続けること。
鳥はヒナが独り立ちするまで交代で食料を取りに出かけます。今日は吹雪のため食料探しはお休みです。親鳥たちはもうヒナを吹雪からかばおうとはしません。独り立ちに向けた訓練です。寒さが緩み海で暮らす日が近づいてきました。ヒナたちは翼を動かし筋力トレーニングに励みます。これからは自分の力で泳いで魚を捕まえなければならないのです。柔らかな羽毛の下には海での暮らしに適した大人の羽が生え揃っています。ヒナたちはまだ子供のつもりのようですが、親鳥たちは子育ての終わりを確信しました。氷の上をゾロゾロと進むヒナたち、目指すは今まで近づくことを許されなかった海です。でも本当にこっちでいいのでしょうか。やっと着きました。海は美味しい魚がたくさんいるという暗くて神秘的な場所です。本能に導かれヒナたちは海に近づいていきます。でもやっぱり足がすくみます。大人たちが先に飛び込みました。両親とはここでお別れです。海に入ったらヒナたちはニュージーランドを目指し、そこで南アメリカに向かう海流に乗ります。その後3年かけて大人になり、今度は自分たちが氷の上で子育てをすることになるのです。1羽が飛び込むと他のヒナたちも後に続きます。本能が恐怖心をかき消しました。ヒナたちを待ち受けるのは海という未知の世界。でも恐れていては何も始まりません。空を飛べても飛べなくても、鳥たちは壮大な地球の営みの中で力強く生きているのです。